こんばんは、山城と申します。さあ、今回はね、もうやってね、先に説明をしておりました。M1 グランプリ年末ですので、ね、M1 グランプリ、味噌1グランプリをやっていこうと思います。やって M1 ということでですね。ということで、ラウンド1、冷ややっこでね、今回は、普通ならね、冷ややっこで、でしょ、複数を食べて、これはこんな味ですね、っていうのを動画編集して、一本の動画ですね。さあ、どれが、ね、冷ややっこで取れるのかってやるところでしょうけど、そこはスタッフ店です。何せね、一種類につき、一丁食べてくんで、今、ここに置いてあるだけで、1、2、3、4、5本。1、2、3、4、5本ありますから、豆腐包丁、さすがに山田さんでもきついです。ということでね、1丁ずつ、もしくは2丁でね、ぼちぼちずつやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。ってことで、1番手は、やっぱしね、まあ、定番のね、やっぱシェアも一番多いのがこれであるから、つけて味噌かけて味噌。中門のつけて味噌かけて味噌ですね。で、今回は、この冷ややっこかけていきたいと思います。さあ、切ってきましたけどね、切ってきたっていうか、足しただけですけどね、そう、今回はね、2カメ用意してますからね、こんな感じで、あれ、どこ向いてるこのカメラ。変な風に切ってねえだろうな。大丈夫かな、ここだったら大丈夫かな。ということで、こんな感じですね。じゃーん。2カメ。まあ、ちょっと古いカメラなんで、あれですけど、出したあれですけど、買ってきました。でもね、すごいですね。きめ細やかな感じで、いい感じですね。あ、これ、ちょっと、難しいな。こんな感じですね。だいぶね、色合いはね、これカメラのあれではなくてね、なんかね、真っ白でもない。どっちかってちょっと黄色がかってるって言ったらいいかな。高野豆腐のを薄くしたような感じの色合いですね。やっぱ、あれですね、いい豆腐だと真っ白ではないんだな。逆にね、うん。で、すごく木綿のザラザラ模様がね、しっかりするし、角がね、パチパチ工場製品ではなくてね、ちゃんと手仕込みでやってる感がしっかりとありますよね。こんな感じとかも面白いですね。そして地味にでけ普段買ってる40円ぐらいの豆腐よりもなんか 1.3 倍くらいに大きい気がします。持った瞬間、水切った瞬間にね、あれ重いなっていうのがありましたね。水が入っとるとどれもね、重く感じるんですけど、水切った瞬間に、あれってなりましたね。で、まあ、刻み生姜ね、こんな感じで、切ったのを出してあります。ちなみに山田さん、皮むくのめんどくさいんで、生姜だろうが、人参だろうが、皮付きでね、食べますんでね。そうそうそう。よくドン引きされましたよ。というのが、今回のね、決戦場でございます。では、早速、ラウンド1なんでね、まだ未開封なんでね、つけてみそう、かけてみそう。開封していきましょう。ちなみに、さあ、開けましたけどね、そういや、ちなみに、中物ね、つけてみそかけてみそで、この後、ファーネットでね、もう一回、好きに紹介してみた、1匹とかね、30匹とか、あと、これが丸やか、ね、八丁味噌のところがあったりしますけど、もしかしたら探せばあるのかもしれませんけど、ね、よく一匹の味噌、普通の味噌ね、パックに入ってる味噌も見かけるし、三重種はね、両手赤だしってね、まあ、この辺りだったらどこでも買えますし、で、マリアさんもね、その八丁味噌のね、いわゆる味噌汁とかに使う味噌ね、うん、普通の味噌って見かけますけど、中本ってつけて味噌かけて味噌じゃない普通の味噌って俺見たことない気がするんだけど、気のせいかな。売ってんのかな。でもスーパーとかで見た気がしねえんだよな。中もはつけて味噌かけて味噌は絶対に並んでるけど、普通の味噌を見かけない気がするんだけど、もしご存知の方いらっしゃったら教えてください。いや、売っとるよ。名古屋とかに行ったら普通に売ってるよとかっていうこっちかもしれませんけどね。うん、そういや見かけやん気がするなっていうか、うん、普通の味噌の方ね。まあでもつけて味噌かけて味噌ではもう圧倒的な試合ですからね。さあ、こんな感じで、中蓋がね、きっちり取って、これを取ってね、早速、買っていきたいと思います。では、カメラで、
ピザかけていきましょう。さあどんなもんかな、たっぷりかけちゃいましょう。よっしゃー、ちょっとちょろっとなる感じがいいですよね。これをねまたね指でねさっとすくってね、あ久しぶりに食べたけど、あうめえな、うん、そうそうそう、あうんいいですね。あそう本当結構つけてみそかけてみそ結構久しぶりに食べたな。言うて外ずっとうちはキムチがね多かったんで、ほとんどキムチだったんでね、家もそうかな、家だとあんまり無分別に買っとった気もするけど、実家の方はうん、手応え早速ね食べていきたいと思います。あっ物取りしとかないといけないな、つけてみそつけてみそはどっか、ああチューブが物取りしてなかった、ちなみにねこれちょっとこの画面だと分かりにくいかもしれませんけど、ここはちゃんとつけてみそかけてみそって刻印が入ってるんですよね。さあカメラがこれ来るかな、さあ物取りも終わったんでね早速食べていきましょう。これからしばらく豆腐ライスでございます。節約にもなりますし、言うてると高級豆腐って言ってもね、170円だったら190円でしょ。に、味噌がね、これのね、ずっと一振りですから、まあまあ、多分、20円、かかとって20円とかそんなもんじゃないですか。チューブで200円から300円ぐらい売ってますもんね。うん。で、ですから、それの10分の1ぐらい使ったとして、ね、20円ぐらいですから。ね、230円ぐらいでしょ。リーズナブル、うん、ね、ね、ということで早速いただきましょう。いただきます。単純にちょっと硬い。単純にちょっとそういえばこのふつくりたか自体のグリッドをね確かめてなかった。フォーメーションラップしておきましょうね。うん、だけあ、やっぱ濃厚だ。うん。豆の味がしっかりしますね。おお、これは期待できるグリッドですね。で、ここにどう味噌が絡んでくるのか。では早速ね、味噌かかってるところね、いただきたいと思いますけど、予想以上に縦が深いのね。で、さあ、ではちょっと味噌のところ。じゃんじゃん。あの、結構ね、そのね、硬くはないですけど、濃縮されてる感があるんでね、箸では持ちやすいですね。では早速いただきましょう。どこだったっけ、ここか。いただきます。うん、おー来ますね、味噌来ますね。あーうめいや普通にうめえな。いやこれいや美味しいです、さすがですね。うん、合うね、いいじゃないですかこれ。こんな感じでちょっとつけるような感じで食べてもいいかもね。うん、合いますね。うん、いいですね。あのしっかりとあの味噌の味がねしっかりとしますし、うん、いやこれが生姜と合わせるとどうかな。うまいですよ、普通にうまいねこれ。やっぱやっぱ縦にでかいな。こうやって縦一発で取ろうとしたらめちゃくちゃでかい。うん、うん、あでも刻み生姜でもちゃんとあれですね、味噌もちゃんと負けじと応戦するんで、あのやわいやつだとねどうしてもあのポン酢とかだとね刻み生姜でやるとあのチューブのね、ね、見た目入ってるような、やつだったらね、ポン酢とかでもね、負けるもんかってね、返しますけど、刻み生姜、この生の刻み生姜だとね、生姜さんが強すぎてね、ポン酢さんの風味がね、飛んじゃうんですよね。うん。っていうのはね、ひどくあるんで、少なめにするんですけど、こういったのは全然問題ないですね。うん。全然、しっかりとした味噌なんで、全然、応戦できるというか、うん、全然対応してきますね。しっかりとグリップしてきますよ。うん、うまい、うん、
うん、で豆腐もね、うん、あのガッツリかけて、あの、そらでかけてもね、ちゃんと豆腐が、あの、負けない、あの、グリップを発揮してくれますからね、ちゃんとコーナー曲がってくれますね。うん、いちいちレースっぽく例える必要はあるのかな。どこなんだ、そんな。うん、どこに需要があるのか分からずやってますからね。模索しながらですからね。そのうち多分ね、あの、茶番の仕方の、あの、形とかね、定型の形ができてくると思いますからね。しばらくはこの模索してる感じをお楽しみください。あ、ちょっとデカめに取ってこう。うまいね。これ、あの、一人暮らしでね、勝手に使ってるやつなんで、何がいいかっていうのをこうやって取るでしょ？取ってくるじゃないですか。うん、あ、これぐらい濃厚でも全然合いますね。うん、なるでしょ。そうするとここにちょっとホワイトスペースができてしまうじゃないですか。やっちゃいましょうか。おい味噌やっちゃいましょうか。おい味噌やっべえ、背徳感。ちょっと味噌かけるだけこの背徳感何なんでしょうね。おい味噌しちゃいましたよ。やべえ。いいですね。で、全然ほんと崩れないですもんね。もう走る全然いけますもんね。うん。まあ、木綿ってのもありますけど。あの、ちゃんとした木綿だと本当にしっかりと形がありますからね。しっかりと豆のところにこの豆味噌じゃないですか。全然喧嘩しないですよね。うん。グリップ馴染んでますよね。うん。なんなら生姜と味噌でも合いそうだな。心配、生姜と味噌だけね、ちょっと冷や。あ、生姜のピリ辛感と味噌が合うな。うん、これ普通にうめえな。これはおすすめだぞ。うん、いやー、というかもう冷ややっここの食い方しかない気がしてきた。うん、まあ、うん、合いますね。まあまあ分かってたことではありますと、合うのは分かってましたからね。うん、それにしてもやっぱあの高い豆腐とやっぱ豆なんで、あのシナジー感がありますね。うん、いいですね。なので、まあまあ正直あの一品はね、やったことがね、あの一匹の方がやったことあるんで知ってるんであれなんですけど、まあ、でも福豊がやったことないからな。もしかしたらこのグリッドだとね、さらなるあれを発揮するかもしれませんが、あれ今のところやっぱうまいですね。戸塚亭は愛知県、ね、東海地方で長年高い幸せをするだけのことがあります。戸塚ですね、うまいね。うん、ちょっとあのごまが入ってるんですよね、あのつけてみそかかけてみそは。ごまもまたね、風味出しにね、一役買ってるんですよね。あのね、うまいな。これはいいですね。これはもう、あのシリーズ化を決定ですね。うちがね、これ一万再生とかね、平均で持ってるよぐらいのね、チャンネルだったらね、これだったら伸びるかなって悩むところですけど、どうせ気合い入れてやった大型機器でもね、再生数10いったらね、いや、関根山ですからね。うん、あ、でもそんな中でなぜかあのエスカレーターを日本一理不尽のエスカレーターって言って撮ったね、2年前にエスカレーターを撮っただけの動画がなぜか一番再生超えましたかね。ありがとうございます。何なんでしょうね、 YouTube わからん。うん、やっぱもうちょっと短い動画の方がとりあえず引っかかりくるのかな。うん、多分視聴事実の問題ですなぁ。倒れた応戦でかけるしかないんじゃないか。あー、やっべぇ、かけたなぁ。よいしょ。一人暮らしだからできる技ですよね。そうそう、一人暮らしになれすぎてこういうことを平気でやっちゃいますからね、怖いね。もちろん公共の場ではやりませんよ。出た出た、あるあるズボンに
味噌落とすね。そうそうそう。これもう東海地方あるあるですからね。まあまあでも味噌はね、醤油より落ちやすいですからね。豆腐なんでね、やはり、作りやすいですね。うん。うん。この辺りも素材を、無駄なく、いつもね、最後に作ってきません。うん。最後までグリップが落ちませんね。うん。これはハードコンパウンドですよって感じ。これ多分、金越しだったら、橋でこんな、こういう風にするのなかなか難しいでしょうからね。うん。これはやはり、もう麺で正解ですよ。うん、まあ。そこまでかけなくても、やっぱしっかりと、味噌の味と、シンクロしてきますね。うん。うまい、うまい、うまい。あー、ということで、美味しく、いただきました。ごちそうさまでした。ということでね、とりあえず1個目食べてきました。まあ、ではね、他のやつと比較対象はね、サンプリングができないんであれですけど、やっぱ、まあ、K1 側になりますよね。何でも豆腐風味噌カツ、何でしたっけ、つけて味噌、かけて味噌、豆腐味噌カツですもんね。豆腐味噌カツつけてみるとかけてみると黒吹き焼きナスですから、うん、一番最初に豆腐って言っちゃってますもんね。そういえば、あの豆腐やっぱ合いますよ。定番、その豆腐の中でもね、定番の冷ややっこもやっぱりシンプルイズベスト。パン調理するのがめんどくさかっただけじゃないですよ。ちょっとラウンド2以降は焼きうどんにしますからね。まあ、うどんに味噌かけるだけですけど。というような感じでね、やっていこうと思います。とりあえず今回はやっぱ調理がうめえな。普通にやっぱ冷ややっこいいし、やっぱいい豆腐がいいな。うん、大きさも大きいから、これだったらね、これ危ない危ない。これ6丁ぐらい買ってきてまとめてやると、1日でまとめてやろうかなと思ってましたけど、いやーよかったよかった。これ全然凝縮されてるのに買ってきますんでね。もう1本ぐらい取ったら、いや、取る時間ねえや。もうちょっと見ないといけない時間だったんでね、また明日ね、一本取ってやっていこうと思いますのでね、とりあえず今回美味しくいただきました。やっぱりね、定番の味ではありますね。美味しいですね。いいですね。ということでですね、今回は、仲間の漬け炭とかけてみて、特に感想としてはうまかった。ぜひ以上でございます。また今後ね、まず1本目なんでね、2本目以降で味の違いとかね、砂当たりとかも飾っていけたらなと思いますので、また引き続きお楽しみいただければと思います。ということで、味噌を語っているに、本日はお別れでございます。これでクリスマスも過ごすのかもしれませんけど、ね、まだこれは大丈夫だな。うん。このままもしかしたら、味噌で年末年始まで行っちゃうかもしれませんけど、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、この動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。